ヨーロッパのように販売会社がある地域は基本的に日々のやり取りというのは販売会社が行っています。ですがやはり機会を見つけて極力多く現地に行って販売会社のメンバーと一緒に代理店を巡回しまして意見交換をするようにしています。やはりそのようにしてですね、我々とあと海外販社とあと代理店も一緒にですね一つのチームとして、意識を統一して、仕事ができるように取り組んでいます。ゆうちゃっきは非常に高度な技術の結晶なんですけれども、世界中に販売しておりますので、各市場ごとにですね、こう求められる性能ですとか、あとはその市場環境もかなり違うんですね。ですから顧客のこう要望や困りごとをこう真摯に聞きまして、それをこう製品開発に落とし込むということが非常に重要な製品になっています。そして使い勝手をどう良くしていけるか、という点に関しましては、私どものような営業部門ですとか、海外販社、もしくは現地のビジネスパートナーさんたち、あとは懇意にしている顧客の声をこう聞きながらですね、それをこうどう反映しているかということが非常に重要なポイントとなっております。開通営は海外販社と、そしてその工場との間にいるんですけれども、そのやはり海外販社へより良いサポートをすると、よりよく動けるようにサポートするということが一つの大事な機能になります。意義としては主に3点あると考えていまして、一つ目はやはり我々の販売方針ですとか製品の今後の開発計画を共有しまして、で現地の前線の代理店からフィードバックをもらいまして必要な軌道修正をしていくということが挙げられます。 And we share a lot of common issues with fiber deploymentAnd so it's really, really helpful to actually sort of discuss these problems. It's nice to get invited by Sumitomo Electric to put new ideas forward. We know that the new ideas are received very well. 2点目は代理店同士が一箇所に集まりまして、それぞれの国の成功事例や失敗事例を共有しまして、共に参考にし合える場にしたいと思っています。ある国では数年前からもう取り組んでいる当たり前と思える事例でも他の国ではまだ取り組んでいなくて非常に参考になるということもありますので、我々と代理店との間の打ち合わせだけではなくて代理店と代理店同士が共に学ぶという場を考えております。 For me it affects a lot because I've learned a lot from different markets due to Europe and it affects on our sales that we solve problems which other countries already had so they are we in front in the market and we can help our customers to be successful with Sumitomo Electric. Sales meeting like this is really motivated for the people who are working for Sumitomo and for the distributors. 3点目は、当社のより多くの社員が現地の代理店と接する場を提供したいというように考えています。私どものような営業部門のメンバーは海外出張で代理店と接する機会が多いんですけれども、特に工場勤務の開発のメンバーは海外出張の機会が少ないですので、代理店が日本に来て集まってくれることで、普段接する機会の少ない当社のメンバーにもより現地の声を聞いて、そして開発の方向性をより良くしていくと。いうことを目指しています。 For me, it's very important to have an exchange directly in Japan because face-to-face meeting is more important than the online one due to Teams, for example. And if you're talking face-to-face, you get great solutions. I really like to be here to meet all the friends within Sumitomo. It's very important to meet people like me, the distributors, to discuss what we can do together to sell more products to our customers. To me, especially to Raytheart, it's important that we can discuss about customer needs. And Sumitomo Electric is very open to do the analysis in details, how products can be improved to fulfill customer requirements.
ユーチャッキは製品開発にあたりまして、いろいろなユーザーの声を真摯に聞きながら反映していくことが非常に重要な製品です。心の奥底で信頼し合っていますので、いろいろ難しい状況に陥ってもですね、共にこう課題に取り組んで解決するということができていると思います。ですから日頃から海外販社やその先の代理店さん、もしくは長期間選んでいただいている顧客の声を真摯に聞きながら、そしてこうビジネスパートナーとして、もしくはこうファミリーとしてこう接しながら、一緒にこう製品を作り上げていくという姿勢で取り組んでいます。私にとってのワンワールドコネクテッドはそういった取り組み姿勢そのものだと考えています。